こんにちは、あずむんじゃです。今日は日曜日なのでビルドラボを見ていきます。今週はスーツタイプの生徒ガーディアンです。ローグと並んでるとさらにかっこいいんですけど、これ腕の塗装がですね、ちょっと大変そうですね。そして次は北斗のガーディアンです。北斗のガーディアンってこんな感じだったみたいです。なんか全然記憶にないと思ったら、このシーンしか使われてないみたいですね。まあでもグリスと並んでるとなんかかっこいいですね。トートと一緒に並べるとこんな感じになるみたいです。こうやって見るとトートがですね、グレー一色で、なんか作業服みたいでちょっと地味なんですよね。こういう風に3番と4番になるみたいです。で、今週はこれで終わりかと思いきや、ネビュラ・ヘルブロスも乗ってました。なんかこれちょっと今までより顔がでかいというか長いというか、目の位置が上すぎるというか、なんかちょっと違和感ありますね。ちなみにこれアーマーと顔と武器だけかと思いきや、アクションボディもついてます。これはお得ですね。しかもですね、ここ見たらわかるんですけど、ちゃんと肩アーマーは普通に取り外せるっぽいですね。で、あとはここに胸アーマーとか書いてあるので、多分胸アーマーも取り外せると思います。なので双胴方式でアーマーを着脱できるのに単品で揃うのでかなりお得だと思います。そしてネビュラスチームガンはボトルなしバージョンです。黒じゃなくてちゃんと紫に塗装されてるやつなので、これはいいですよね。ちなみにアクションエネミーズの全7種類のラインナップ一覧はこんな感じです。今回はですね、2分割になっているのが2つだけで、単品のやつが多いのでかなりお得な内容ですよね。発売が楽しみです。ちなみに次回は診断収録のあのライダーを紹介する予定ということで、この赤と青ですね、この色から劇場版のあのクローズビルドじゃないかなと思います。というわけでビルドラボを確認してみたでした。